十日町シネマパラダイスはかつて新潟県十日町市にあった映画館。新潟県中越地震から3年後の2007年12月15日に開館したが2018年3月11日をもって閉館した。閉館時には魚沼地域唯一の映画館だった。JR 北越急行10日、超駅東口から北東に徒歩約10分。 国道117号沿いの新潟県十日町市、本町6の1丁目381番地1に、所在した。南側には、西宮神社と四津久神社があり、さらにその南側には四津久公園があった。館名は、イタリア映画、ニューシネマパラダイスにちなんでいる。126席の座席は、フランスのキネット社製であり、フランスから次回輸入している。 ロビーはカーペット式だがフローリングの小上がりにはグランドピアノが設置されておりプロの音楽家を招いたミニコンサートやライブイベントなども行った。10日、町市内の小中学生に貸し切りで映画鑑賞の機会を与える事業などを行い地域貢献や映画文化の発信に力を入れていた。開館してしばらくはミニシアター系の作品を上映し、 年配者や20代から40代の女性が、客層の中心だった。公民館などでの移動上映活動を行っていた10日、超小地区のオーナーが運営に参画すると、東方、小畜、東映の邦画メジャー系作品も上映するようになり、客層も変わっていった。観客は10日、調子街からも訪れた。10日、調子も大きな被害を受けた新潟県中越地震10日、 長子にあった10日町松英全国の映画館数が、ピークを迎えた1960年、新潟県には128館の映画館があり、10日、長子には10日町英劇、10日町松、英、渡り清志館の3館の映画館があった。20年後の1980年、10日、長子には10日、超映画劇場、10日町松英の後継館である10日、 長昇地区の2巻の映画館があった。1968年12月30日に開館した10日、長昇地区は、地宇都宮54番地の10日、長悟楽会館1階にあり、10日、長映画劇場が閉館すると、市内唯一の映画館として営業を続けた。10日、長悟楽会館は4階建ての商業ビルであり、10日、長昇地区の他には、ボーリング場や、 スナックなどが入っていた。2004年10月23日には、新潟県中越地震が発生し、震度6強を観測した10日、長子は9人の死者を出した。なお、10日、長五楽海間北側から崩れ落ちた壁面の下敷きになった一人が死亡している。10日、長五楽海間の建物は半壊して、営業の継続が不可能となり、そのまま休館に追い込まれた。これにより、 2004年10月から2007年12月までの約3年間は10日、調子から映画の明かりが消えた。10日町シネマパラダイスも会場となっている大地の芸術祭1944年生まれの岡本まゆみは、1963年に新潟県立十日町高等学校を卒業し、着物メーカーに勤務した後の1976年に、夫の岡本松夫と共に、 五福販売店を創業した。二人は1988年に織物加工会社、ものブレインを設立し、真由美は1993年に副社長となっている。映画監督の岡本優作は、真由美と松尾の次男である。再び東下町に映画館を開館させるべく、真由美が取材を投じ、2006年に運営会社、夢しねま株式会社を設立して社長に就任。 2007年12月15日に10日待ち、シネマパラダイスを開館させた。夫の松尾は映画館の運営に反対したが、まゆみは夫を説得して押し切っている。建物はかつてパチンコ店が入っていた物件であり、その後はいくつかの店舗が入っていたものの、いずれも長続きせずに空き家となっていた。スタッフの研修や配給会社の紹介などの運営面は東京のミニシアターである。 ユーロスペースの協力を受けた。真由美の長男である、岡本豪平は10日町シネパラダイスの副支配人を務めるが、半年間にわたってユーロスペースで修行を行い、チケットもぎりのテクニックから映写技術までを習得、映画会社への挨拶回りなども行ってから10日町に戻った。開館時には3 5ト、mm、ル映写機を2台設置し、またその後を見据えて、 DVD ブルーレイディスクの上映に対応できるような設備を揃えた。音響などの設備面は東京の学校法人アテネフランセの協力を受けた。会館にあたっては建物の遮音工事で音響効果を高め、また温水ヒーターによる暖房設備を導入した。ホールの音響は舞台挨拶に訪れた監督から高く評価されるほどだった。初上映作品は 感銘の由来にもなったイタリア映画、ニューシネマパラダイスであり、開館集のプログラムでは、カモメ食堂や、天然コケッコウなど、約10作品を上映している。2008年に来館したカは、ライナオミ監督第60回関る国際映画祭で、グランプリを受賞した、上がりの森を2008年1月に上映した際には、カはライナオミ監督が来館して、舞台挨拶を行っている。 事業計画では開館後1年間で3万人を集客する目標を立てていたが、2008年の観客動員数は約1万2000人と伸び悩んだ。同年に最も観客動員数が多かったのは日本中に論争を巻き起こした安国安国だった。当時は批判の電話が殺到したものの、作品への評価は観客が判断するとして上映を行ったという。 2009年夏の大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ期間中にはフランス人芸術家のジャンミシェル・アルベローラが10日、超市小山るの限界集落を舞台にして制作した小山る夏と秋を上映し9月22日のプレミア上映会では珍しく立ち見が出た2009年2010年に来館した 坂本淳二監督2013年に来館した中野和太監督2009年に闇の子供たちを上映した際には坂本淳二監督が舞台挨拶を行っている。また同年1月にホームレスが中学生に出演した餅月みすず3月に水になった村の大西信夫監督5月にチョコラの小林茂監督7月にシャッターズ 4の畑中大介監督や出演した池内万作、千春、由井正幸、高橋直樹、8月に大地の三田村達信監督、8月にモノクロームの少女の後藤俊博監督と出演した寺島咲き、11月にトーテムソングフォーホームの若き慎吾監督が舞台挨拶などを行っている。2010年9月22日にはアルベローラが、 再び制作した小屋丸夏と秋がプレミア上映された。同年10月には魂萌え、鑑賞会と坂本淳二監督の舞台挨拶を行い、宝女椅子を出すほどの盛況となった。2011年6月には10日、長子を舞台とする石橋杏奈ら出演の雪の中の白ウサギを上映し、長岡市出身の後藤俊弘監督が舞台挨拶を行った。 同年12月に、あぜミチジャンピンを上映した際には、西川文江監督と出演者の大場遥、香、上杉真由美が舞台挨拶を行った。2012年5月に、ゆり子・ダスビダーニアを上映した際には、浜野幸監督が舞台挨拶を行った。同年12月15日にはロビーで、開館5周年記念イベント、 ワインと映画音楽と映画を楽しむ会を開催し、天地名刹の上映会も開催した。2013年6月にはデジタルシネマに対応した映画館となり、デジタル上映設備の導入を記念して、ライフ・オブ・パイ、トラと漂流した227日を上映した。同年7月に、父を取りに、を上映した際には、中野和夫と監督と主演のリエリサが舞台挨拶を行い、 立ち見が出るほどの大盛況となった。同年9月に、みえりのレシピを上映した際には、渡辺聡監督が舞台挨拶を行った。2014年に10日、長子の少女が主人公のドキュメンタリー、夢は、牛のお医者さんを上映すると、総観客数が3000人を超えるヒット作となった。2015年7月27日から8月9日まで、10日。 長子の新士発足10周年を記念した10日、長映画祭が10日町シネマパラダイスで開催された。阿賀野川流域を舞台とする、阿賀に生きるで撮影を担当した小林茂監督の風の波紋、2009年に上映したアルベローラ監督の小山る冬と春など、計15作品が上映された。10日町シネマパラダイスの観客数は低迷し、 また73歳の岡本まゆみ館長が、がんの摘出手術を受け、たびたび呼吸困難に陥ったことで運営が困難となり、まゆみは自分の手で区切りをつけたいとして、閉館を決意した。閉館は、東日本大震災発生から7年後の2018年3月11日で、わずか10年3ヶ月の営業であった。2月24日から閉館までは記念企画を、 多数模様している。人気が高かった夢は牛のお医者さんを上映し、2月25日には時田義明監督や音楽を手掛けた元宮博美による舞台挨拶が行われた。また、岡本館長の次男で映画監督の岡本優作による君は何も悪くないよやミュージック・オブ・マイ・ライフを上映し、3月3日には岡本優作による舞台挨拶が行われた。 最終日の3月11日にはニューシネマパラダイスを無料上映した。10年間で上映した作品数は計644作品に上った。閉館から約1ヶ月が過ぎた4月20日、館長を務めた岡本まゆみが死去した。なお、閉館後の建物は直ちに建て替えられ、同年8月31日にコンビニエンスストアのセブンイレブン10日待ち、 本町店が開業している。十日町シネマパラダイスでは毎年観客によるベスト10企画、お客様が選ぶ上映作品ベスト10を行っていた。各年の第1位は以下の通りである。ありがとうございます。